卵は水で、ガラス瓶は洗剤でよく洗います。ガラス瓶に卵を入れ、浸かるくらいの量、約 200ml 以上のお酢を注ぎましょう。すぐに殻からプクプクと泡が出てきます。卵の殻の炭酸カルシウムという成分がお酢によって溶けて炭酸ガスが発生するためです。ガラス瓶に軽くキッチンペーパーをかけ、輪ゴムで留めて冷蔵庫などに2日間くらい置いておこう。ガスが出ているので完全に蓋をしないようにしてね。2日過ぎても殻が溶けていないときは軽くかき混ぜたり、新しい酢に交換してね。卵を取り出して水洗いすると、外の殻が溶けたスケルトン卵の完成です。光を当てて中を観察したり、ボウルの中で弾ませたりして遊ぼう。元々の卵と見比べてみると、二回りくらい大きくなっていることもわかるはず。これは浸透圧という液体の濃度を一定にしようとする力によって、卵が水で膨らむことで起きるよ。耐熱ボウルに牛乳 500ml、 ラップをかけたら 500W の電子レンジで約4分温めます。お酢 50ml を入れてスプーンでゆっくりかき混ぜ、固まってきたらキッチンペーパーを敷いたザルで水分をこします。軽く絞ったらカッテージチーズの出来上がり。酢が持つタンパク質を固める力を使います。よく冷やしてからジャムなどをかけたり、サラダにのせて食べましょう。